はい、芋飯です。今日はですね、池王子がどこから池王子が来ています。世界ミステリーチャンネルさんです。お願いします。お願いします。お邪魔します。ごちそうになりに来ました。いや、ミステリーさん急に顔をね、出されたから。そうですね、確かに。どうしちゃったんだよ。いや、もうめんどくさくなっちゃった。今日ね、ちょっとピザでも食べてる。はい、ありがとうございます。その前、ビール、あれビールもっと。おじさん、ちょっと一旦水で。一旦ノリが悪いな。サポしたっけ。ここからビール飲む可能性も出てくるんで、そうか、狂ったように。じゃあ、それ今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。後で。今日はね、もうフリートークという感じでやっていこうかなと思って。はい、まあ、今日、ちなみに雄大はおりません。一身上の都合により。いや、います。このピザは、味噌菌味かな、これは。うん、味噌菌、全然売ってなかったですね。やっぱそうっすよね。はい、言うて、そんなうまくないらしいですけどね。でも、毎日俺、セブンイレブン行ってるんで、家の前がセブンイレブンなんで。もう自分の家の冷蔵庫みたいになってます。おまけなくなったらセブンイレブンに買いに行くみたいな。いや、最近暑いんで、ビールがいつも飲みたすぎて、禁断症状出るようになっちゃって。わかります、ね。ジャックダニエルコーラが。今出てますね。そう、あれが美味しくて、やばいさ、骨が溶けますよ。あ、本当に。あれは飲んだことない。飲みまくってて。まあ、ということですね、今日はちょっとミステリーさんの方から、とあるお話を持ってきていただきまして。ちょうど今日5月の22日、うん、で、昨日メインチャンネルで出してる方でも話題になってたんですけど、うん、ガシカルトの話をしようかなと思いまして。結構闇ですよね。ウマヅラビデオさんの方はちょっと割とね、さらっとやってたので、まあ概要みたいなのはそのメインチャンネルのまた見ていただいて、うんうん、どうもありがとうございます。否定されるのかと思います。いや、否定というか調べたら結構こう闇が深くて、あ、まあ、陰謀っぽい話もあるんですけど、かなりあのちょっと他のカルト宗教も絡んでなんか、大きい話になってたみたいで、はい、まあ、一応あれですね、グッドインターナショナル教会っていう、まあ、宗教団体が、世界が終わるからその前に餓死して死ねばイエス・キリストに会えるっていう教えでやってた宗教で、まあ、そこで昨日出てたのだと47人亡くなってるということで、まあ、でも今時点で200人超えてきましたね。もう最新情報ですね。5日ぐらい前のニュースで201人とかだった。へー、そんな増えたんだ、あれ。あの後そう、めちゃくちゃ増えてるんですよね。へー。あと、そうだ、捕まった、まあ今ポール・マケンジー、はいはい、捕まってたんですけど、なんか供述で子供とか女性とか、はい、亡くなってたじゃないですか、はい、3月は子供が死ぬための月、4月は女性が死ぬための月、5月は男性が死ぬための月だって言ってて、結局その信者に食べるなって言って接触させてたじゃないですか、まあ、このマケンジーは全然接触してなかったそうです。普通に教祖ってそうですね。いっぱい食ってたそうです。父肉林ですからね、はい、カルト宗教、まあ、やっぱそういう終末思想がカルト宗教って、まあそのオウムとかもそうですけど、フリーメイソン陰謀論とか、まあ、そういったものを使いながらね。それでですね、その供述みたいなので、まあ子供が3月、女性が4月、男性が5月で、俺は6月に死ぬんだっていう順番でこのまま行くと、でまあ、そんなカルト団体なんですけども、南部の方にキリフィっていうところがあるそうで、はい、そこにあの別の教会があって、そこに牧師さんがいたんですね、はいはい、でエゼキエル・オデロ、この人ももう捕まってるんですけども、でまあ、一応信者の大量殺戮に関連する容疑っていうので逮捕されてるそうです、でこのオデロっていう人が、はい、あの YouTube もやってて、400万人ぐらい、悔しい悔しい、まあ、一応テレビとかにも出てる人気の牧師だった、人気 YouTuber なんです。牧師系 YouTuber なんですね、はい、牧師系 YouTuber いいんだ。コムドットさんぐらい。そうだね、すごいね、そう考えると。めちゃくちゃすごいです、ね、すごいですよね、でまあ、一応そこの宗教団体で何やってたかっていうと、はい、生命の水っていう飲めばなんでも治るっていう、聞いたことあんな、ものを売ってて、まあね、日本じゃそんなの嘘だろうってことあるけど、やっぱケニアの方でバカ売れしてるんですよ、その水が、やっぱ貧困層ってどうしてもこう神頼みじゃないですけど、そうですね、やっぱそこにすがる傾向強いですよ、騙されてしまう方が多いですよ、罠にもすがる思いでそういうものを買ってたんでしょうけど、教育を受ける機会もないですからね、昔の方はめちゃくちゃお金がかかったりとか、本当のそういうスピリチュアルを出しにする悪いビジネスの人たちに騙されやすいですからね。まあ、その今言った悪いビジネスにちょっと話がつながっていくんですけど、まあ、このオデロ容疑者ですね、まあ、牧師団っていう人が所有する教会も、あのホール・マケンジーと同じぐらい、あの結構東京ドーム6個分ぐらいのでかい土地を持ってて、その中でも本当にガソリンスタンドとか宿泊施設とかがあって、ああ、町みたいな、そう、町みたいな、週末になるといろんなところから信者がシェルターみたいな感じにして、そこに泊まるぐらいの本当に囲い込んだ宗教みたいな、神食い式村だ
でもイメージ悪くなるじゃないですか。観光大使だからね、山梨の三井さんは。そうなんで、一応そこでその宗教施設内に100人ぐらい閉じ込められてて、うん、それがまあ発覚して、まあ一応捕まってるんですけども、うん、でこのオデロ容疑者牧師にチャンネルを上げたのがさっきのポール・マッケンジーだったらしくて、ポール・マッケンジーが自分でこう電動チャンネルみたいなのやってて、うん、それをオデロに電動チャンネルっていうのを売却してたらしいんですよ、チャンネルを。なるほどね、はい、じゃあ育てて売ったみたいな感じ。そうそう、うん、YouTube のチャンネル。いいな、腕はあるね、ユーバーとして。賢い、ちょっとリスペクトしてます。さらにちょっと話がちょっと前後しちゃって申し訳ないんですけど、はい、いいポール・マッケンジーの方のガシカルトの方ですね、はい、で、あの遺体がいっぱい見つかったじゃないですか、うん、はいはい、だけど遺体を検視したら臓器が抜かれてる遺体がいっぱいあって、うん、一石二鳥だ、あの人たち。臓器売買をしてたんですよ、ね、ガチじゃん、はい、抜け目ないですね、うん、ガシとはされて埋められてたんですけど、うん、ポール・マッケンジーと一緒に15人ぐらい用心棒みたいなの捕まってるじゃないですか、うん、はい、そいつらが子供とか女の人を殺して、うん、それで臓器を抜いて餓死したって言って、嘘言ってる、埋めてた。なるほど。で、検視した結果、そういう殴打の跡とか、うん、窒息した跡とかっていうのが分かったらしくて、うん、で、この臓器売買疑惑が出たことで、うん、捜査当局がそれを調査してたら、はい、マッケンジーの方から、うん、さっき言ったオデロの方に銀行口座にお金を振り込んでたんですよ、ね、だからそこで臓器売買、うん、お互いに多分こう臓器売買のつながりが、うんうん、ってことですよね、はい、うん、あったそうなんですよ。で、まあ、そういうのもあってその牧師さんオデロの方は逮捕されたという経緯がありまして、うんうん、で、まあ、一応こんな事件があったんで、うん、ケニアのウィリアム・ルト大統領っていうのが今、うんうん、大統領らしくて、はい、まあ、一応カルト宗教を厳しく規制するっていうことを、うん、あの法規制を宣言してるんですけども、うん、このルト大統領は、2022年に大統領になって、それまでまあ副大統領だったんですけども、うん、その前の大統領がウフル・ケニアッタ前大統領っていう大統領なんですけど、うん、まあ、この人10年ぐらい勤めてたんですけど、この人がパナマとかバージン諸島とかに、うん、タックスヘブンにあるところにあのペーパーカンパニーを、はい、使えて、そこに母親とか兄弟の名義にして合計で40億円ぐらいの資産隠し持ってたんですよ。大統領が。で、普通臓器売買してたとしたら末端のこう警官とかだったら、うん、そんな大きくできないじゃないですか、うんうん、だからきっとこの臓器売買っていうのがもっと、うん、しかも何年も何年も捕まってなかったんですよ、見逃してたのは、だからもっとこの大統領ぐらいのところまで本当は、うわ、あ、本当はそこまで、ね、行ってたんじゃないかなっていう、だからもう国を挙げたちょっと闇ビジネスになったと思うんですよね、よな、そういう話。実はこういろいろ調べていったら、うん、そういうおかしいことがあったので、別にこれ本当に陰謀論とか何でもなくて、うんうん、普通多分大統領やってるだけだったら、うん、ありえないぐらいじゃないですか、40億なんて絶対、うん、ケニアの大統領で40億なんてためられないじゃないですか、ケニアだぜって話だよね、そんな巨額のものの裏にはもしかしたらこう組織的な、もう国ぐるみの臓器売買があったんじゃないかっていうのが、あのガシカルトの補足のお話。おー、うん、すごい話ですね、はい、これだから別に、まあ、今回臓器ビジネスですけど、はい、日本なんかでもやっぱりね、政教分離ってことになってますけど、うん、結局統一教会が政党の上にいて、うん、憲法草案とかもね、彼らが書いてるとかありますから、これやっぱ陰謀論ではないところなんですよね、うん、こういう宗教ビジネスという、日本でもそれがあるわけですからね、うん、だから結構このガシカルトって、まあ、たまに最近こうニュースでちょこちょこっと死者が何人に、はい、なりましたとか言ってて、うん、割とこう対岸の火事みたいな感じに聞こえて、うん、ちゃうんですけど、うん、意外とそのね、統一教会のことを考えると、うん、人事ではないことじゃないのかなって思うんですよね、うんうん、でまだ結構ガシカルトの方は行方不明者がものすごいいるらしくて、うん、260人とかまだ見つかってないというか、うん、もう行方不明になってる人がいるらしいから、うん、多分まだ今からもっと増える、うんうん、パナマとかってよく詐欺師がペーパーカンパニーとして使うとかそうなんですか、うん、パナマ文書とかね、うん、あると思いますよね、うん、まあ、でも実際その隠し資産があったっていうことが本当にバレちゃってるんで、うん、明らかに怪しい。で、そのものすごい死者が出たっていうお話で、はいはい、同じ、まあ、今度ウガンダの話、あ、ウガンダ、まあ、これはちょっともう本当に古い話になるんですけども、うんうん、1999年の、まあ、ノストラダムスの予言だったじゃないですか、はいはい、それと、まあ、直接関係してるわけじゃないんですけども、ウガンダの西部のカヌング村っていうところにジョゼフ・キブウェテレっていう人がいまして、この人は1989年に神の実会復興運動っていう名前 の教団を立ち上げたんですね、はいはいはい、で、まあ、この人もともと敬虔なカトリックの信者だったんですけども、うんうん、まあ、52ぐらいの時に突然あの
キリストとマリアからまあ啓示を受けたみたいなことを言い始めて、それでまあそういった宗教団体に立ち上げたんですけども、そこで何言ってたかっていうと、1999年の大晦日に人類の大半が死ぬみたいな、またさっき の終末予言的なことで、まあ信じる人だけ世界の終わりに聖母マリアが迎えに来る教えを説いてたんですね。でも結構最初のうちは啓示っていうのがやっぱり貧困層からすごい絶大な支持を得て、で地元の警察の人とかも宗教団体の人が信者たちも真面目でものすごい働いて、まあ特に害もなくて周りにもいいお手本になってる、いいコミュニティだみたいな、こう割と好意的な印象だったんですよ。でまあそれもあって一時は信者数が最大で5000人ぐらいいたそうなんですね。そんな大きくないところだったんですけど、でまあ一応教会の周りに学校とか、まあお店とか農場とか、まあよくある宗教が運営するそういうものを作って、で信者は自分の全財産、まあ日本にもありますけど全財産を払ってそれで運営してるみたいな宗教団体だったんですね。でまあ結構この宗教団体教えが厳しくて、男女と子供に分かれて生活で、家族間であってもそれは接触禁止、あそこまで分けるんですね、はい、でよく分かんないんですけど、まあ石鹸は使っちゃダメだとか、性交渉は禁止だとか、あと人間っていうのは嘘をつくから喋っちゃダメで、全部手話で意思疎通をしろみたいな、それを強要してたんですけど、中では面白い。でまあ結局その一応ね、1999年の大晦日に世界滅亡するって言ってたのは、もちろん滅びなかったじゃないですか、はい、そしたら今度キグエテレが、今度はそれが過ぎてからマリアから終末を延ばす啓示を受けたって言って、その週末の延期のその日っていうのが2000年の3月17日だって言って、結構キンキンだったんですね。そうキンキンだったんですよ、割とまあ3ヶ月後ぐらいな。でその週末の日に備えて新しくこう教会作ったんですね、はい、で3月17日になって、まあキブエテレはその信者とか全部その教会に集めて、教会の扉とか全部こう閉めてこう開けられないようにして、で釘で打ち付けちゃったんですね。でそこに何してたかっていうと、ガソリンを用意してて、ガソリンに引火させて大爆発が起きて、そこに集まった信者が全員死亡っていう、ものすごい爆発だったらしくて、遺体はもう炭化しちゃって、もう原型ほぼないぐらいのひどいやつだったらしいですよ。でさっきのガシカルトだって今のところ200人ぐらいが亡くなったんですけど、500人も亡くなってるんですよね。でまあ最初はこれ本当に集団自殺だって思われてたんですけども、後になってあの大量殺人ということが、意図的に殺したってことが判明しまして、教会の近くに外にトイレがあったんですけれども、その中から毒殺された遺体とかがあって、その毒殺された人っていうのがその3月17日の計画を知ってた人が口封じのために殺されてたんです。その口封じされた遺体だけでも150人、だから多分手話で会話させてたのも、もしかしたらそういうあんまりこう秘密が漏れないようにわざわざこう口じゃなくて、まあ、シークレットサインみたいなの でやらせてたんじゃないかなっていう、結局だからこの一連の殺人事件で少なくとも778人で、まあ多分見つかってない人もいるから、そういうのも入れるともしかしたら1000人以上なのかもしれないっていうぐらいのひどい事件だった。でそのキブエテレっていう人は今時点ではまあ亡くなったっていう説が濃厚なんですけど、逃げてたのを目撃したっていう人もいるから、だからもしかしたら本当に逃げちゃって今もどこかにいるかもしれないっていう、ラシカルトよりひどいカルト宗教の話で、いやひどいっすね。だからそれこそ今結構そのチャネリングが結構流行ってるんですよ、今のチャネラー大量発生。しかもこれチャネラーって結局僕の解釈ですけれども、本当に神と通信してる人ってごくわずかだと思うんですね。言いはするのね。だからその何らかの生命体ときっとチャネリングをしてるはずなんですよ、その人の体では。でそれが神だっていう認識だと思うんですけど、でもその中でもおそらくいいやつと悪いやつもいるし、だからそのよく最近流行ってるのが銀河連合。ああ懐かしい。これ今まで流行ってるんですよ。だって何十年前とかの、それこそ Q アノンとかもそうだし、でもこれってみんな口を揃えて銀河連合がとか言い始めてる、SNS でも顕著なんですけど、俺はすごいそれにかなり疑問を持ってて、だから何らかの生命体か分かんない、それはもしかしたら電磁波的な、だからボイススカイの可能性もあるし、人間が行ってる可能性だから、そうだから CIA とかね、もしかしたら研究の一環だし、そもそも陰謀論っていうものをわざと広めてる可能性もあるし、そうだからみんな同じことを今口で銀河連合って言ってるのも、Q アノンとかああいうムーブメントの中から生まれてるし、ものすごくねその辺今のチャネリングのそういう根拠がないから、しかも銀河連合、結局だからあのねロールプレイングゲームやってるようなもんだと思うんですよね。ロールプレイングゲームって、悪の魔王が出てきて、それにこう団結してみんなで立ち向かうみたいな感じじゃないですか。本当に多分自分がゲームの世界に入って没頭してるのとなんかそこまで変わらないんじゃないかなって思って、そうなんか自分が何とかしなきゃと思ってるんですよね、世界をね、救えるはずがないのに。そんな利権絡みの話なのに巨大な、
一般人が叶える話じゃないんですよ。極論を言っちゃうと、そうなんですね。絶対そうなんですよ。確かにこのグローバル資本とかが今の世の中を牛耳ってるかもしれないけど、これをただの一般人、主婦層が倒せるはずない。団結したところで、いくら日本だって国民主権とか言えども、結局国民が何もできない状況なわけじゃないですか。政治家がただ都合がいいようにやってるわけで、だからもう何もできないわけよ、俺たちは。もうクーデターすら起こせないですからね。ナチスとかそういう洗脳をしてた組織がよく使ってたセオリーとして、共通の敵を作るっていうのは、自分が今お金持ってなかったり生活に困ってるのは悪の組織のせいだっていうのをその認識することによって実際に行動に移してしまうと。まあ、あとまだそれで頭になる人が本当にそういう意識を持ってやってるんだったら、まあまあわかります、その人の考えなんで。だけどそうじゃなくて、こうお金を搾取するためにやってる感じの人多いじゃないですか。何かを売りつけるとか、それがちょっとな。そういうビジネスがもう今は政治政党にも出てきてるわけですから。どうなったんですかね、テスラか。いや、気になりますよね。買った人は歯が生えたり目が良くなったりとか、なったんですかね。まだ人は眼鏡かけてるはずですけど、でもローンで払ってるんだろうな、まだ。本当に宗教は、まあ、人間にとって必要なものだとは思うんですけど、結局道具と一緒で悪用しちゃうとやっぱり、そうなんですよ。だから結局こういうこと言うといつも怒られるんですけど、キリスト教とかも国の政策で推進してたところもあるわけじゃないですか。そのローマとかも国教にしたりとか、その時点で結局国の都合の良い解釈に書き換えられてるわけじゃないですか。時の権力者に改ざんされるわけですよ、そういう宗教とか、そういう経典、聖書と言われるものも。って考えると全くもって信用できないですよね。イエス自体キリスト教じゃないですからね。ユダヤ教の、まあ、異端派です。そうですよ、だからやっぱ支配ツールとして使われている歴史があるので、だって結局宗教で戦争が起こってるわけですから。キリスト教はもともと迫害されてた側だったじゃないですか。そこからあまりにも流行りすぎちゃって、ローマが国教にするってなっちゃって、やっぱ結局利用されちゃってってると思うんですよね。バチカンだって今じゃね、もうそういう組織なわけですから、ちょっとそこひっくり返す人が出てきたらいいんですけどね。そうですね、新しい力がある人間がやってくれればいいですけど、そうなりたい人はいっぱいいるんでしょうけど、なかなかそこまでいかないっていうのが現実かな、っていう気は。今結局目覚めた人みたいな人が今いっぱいいるわけで、だいたい目覚めてないんですけど、そういう人たちが今今度政治家たちの支配ツールに使われるはずなんですね。使いやすそう。全部やっぱ結局その正反応になってるんで、世の中が。目覚めた人にちょっと言うとめちゃめちゃ怒られるからな。目覚めたら怒んないはずなんですよ。そういう人もいるよっていうのが本当の目覚めたから、明らかに思想を否定されるとめちゃくちゃキレる人たちが大半なんで。僕も今ね、ツイッターで工作に絡まれてますけど。結構あれじゃないですか、コメントでいくらもらってるんですかとか。ああ、言われますよね。ありますよ、ね。ありますあります。工作員だろうとか。はい、これ工作員だったら多分ウクライナを持ち上げるはずなんですけどね。うん、もしお金もらってるんだったらもっとそういう動画出しますけど、ね。いや、そうなんですよ。撃てとかね。戦えとか言いますからね。まあでも都市伝説ではないですよね、今の都市伝説って。そう、今までみたいなオカルトではなくなってきて、より現実的なというか、すごいリアル思考が。都市伝説かとか陰謀論かって言われると、別になんか陰謀論じゃなくて、陰謀なんて昔からあるわけじゃないですか。結局今の歴史だってね、こう勝ってる人が割とこうその人にとって都合いいようにこう残してきてるんで、その裏にはやっぱりね、消し去られた事実とかも多分いっぱいあるね。その辺をね、まあ伝えると陰謀論って言われますからね。そうですね。木に陰謀論と陰謀の境目が曖昧になった気がしますね。確かにそうですね。本当にそういった意味では体的なダメージより精神的なダメージの方がでかかったなっていう感じですね。でかかった。そうですね。で、僕の同級生前に一回会ってたんですけど、久しぶりにこの間会ったら陰謀論者になってました。おお、まあ、でもマイルド陰謀論者だったガチガチ その目覚めたみたいな、ガチ思想じゃないじゃなくて、親に打つなLINE とかその程度。結局ね、あんまり YouTube で言えないですけど、具合悪くなってる人はやっぱいるわけだし、もうあんまりあれは推奨絶対しないですけど。怖いですよね。いや、シンプルに怖いですよ。まだ正確なデータが得られてないようですから、何十年っていうデータが必要なはずですから、ああいうものって。別にだから否定も肯定もしないです、それは。教会に火つけた人っていうのは、その人を大量に殺すことが目的だったのか、それか終末思想が嘘だということをごまかすためだけにあれだけの人を殺したのか。やっぱり外れたからじゃないですか。あ、ごまかすために、特になんかそれでガシカルトみたいにほら臓器売買してたとかじゃないと思うんで、そんなね、殺し方みたいなのすれば、結局自分のこうプライドというか、ね、それを守るために、逃げるためにやったんじゃないかなって気がしますけど、全員殺すか、めちゃくちゃ謝るしかしかないですからね。そこの教団の人たちにとってはもう終末だったってことですよね、その17日が。よくやるな、サイコパスですよね。
遠くに逃げるとかなかったですか、信者を置いて。まあそれもできたと思うんですけどね、使命感が。まあでもそっちの方はプライド守るためだったとして、ガシカルトの方は本当に完全にビジネスのためにやってますからね、うんうん、ポルマッケンジ、もっとタクシー運転手ですよ、ただの。成り上がりましたね。トップ YouTuber か。成功の秘訣聞きたいな。結局だから、根本的なやり方って変わんないですね、別にね。いつの時代も。いつの時代も。まあ、みんな流されちゃうんですよね、結局ね。例えばこういう話をして、ちょっとね、自分もって思ってくれる人がいればいい。いや、本当そうですよね。多分ね、お茶の間とか見てる視聴者の皆さんなんかもうそういうこと分かってると思うんですけど。いや、そうですね。一歩引いて、いろんな物事を見てるはずですので。一歩引くっていうのが大事ですね。盲目になってる人、多分お茶の間見ない。そうですアンチコメントするために見てるかもしれない。いや、そういう人も多分中にいますけど、そういう人も気づいてほしいですね、せっかくだったら。この宗教と政治の分離ってやっぱ難しいですね、これアフリカを見てても。そうですね、まあ日本でもね、それこそ統一教会排除してないですからね、結局ね、政治家の中から。いや、まあでもね、あんま宗教否定するとね、怒る人いるからあんまり言わないですけどね。感じでした。いやでもまさかね、そんなに闇が深いとも思わなかったからね。ただのカルト宗教じゃなかった、うん、はい、やっぱ政治絡みな臓器ビジネスはこれ本当闇深いですからね、うん、本当にそういう証拠が、臓器抜かれた遺体が出てるって完全なるもう証拠ですからね、うん、わざわざそんなね、殺すために臓器抜く必要ない、うん、そういうのはね、本当にテレビとか作り話みたいに思うかもしれないけど、実際にあるってことですからね、うん、まあ、フェイク画像も多いですけどね、Twitter とかだと。その辺の真偽の方はもう本当に自分で気をつけるしかないですけど、うん、B 級ホラー映画の一部の写真切り取ったりとかして使ったり、ね、うん、いや本当に一番 SNS 見ないことは一番本読んだらいいのにと思うんですよ、本当に。まあでも YouTube だけは見てください、うん、結局だからスマートフォンの発達によって活字を読む力ってめちゃくちゃ落ちてるんですよね、うん、簡単なあの文章しか解釈できないようになっちゃってるんですよね、もう日本人って、うん、もうそういうところから理解力が落ちる、もっと言えば思考力も落ちる、かなり弊害なんですよ。情報伝達が発達したと言われるんですけど、逆に言えば情報解釈力がかなりなくなってるっていうのが現実なんで、言語がかなり乱れてるんですよね、今ね。まあ、調べなくなりますからね、うん、例えば何かのこう話題出した時、ソースは何ですかって言った時に ね、YouTube ですっていう人結構多いですよね。YouTube でこの人のチャンネルでこんな真実言ってましたみたいな、うん、あとやっぱソース自体も気をつけた方がいいですね、うん、今ソースってかなりやっぱ利権によってだいぶ操作されてたりするので、うん、そのどっかの企業優位に書かれたりとかもあるので、ソースはってたまに言われたりもするんですけど、この論文だけどとは言うんだけど、うん、そのソースが果たして合ってるかどうかっていうところもあるんでね、うん、反論の論文とかもあったりするからね、うん、でも根拠ってものすごく大事だから、うん、それをすごく前提を置いていろいろ調べるのは大事なんですけど、もっとでもね、俺感覚的になってもいいと思うんですよね、今回のこのチクッというするものに関してもそうですけど、うん、いやもっと感覚で分かる裸あるじゃんとは俺思うよね、人の話から聞くこともあるわけじゃないですか、うん、昔の日本なんてね、多分めちゃめちゃ汚かったと思いますよね、砂とか虫がいっぱいいるところに、みんなお腹に虫食ってましたからね、うん、その分今みたいにそんな寿命長くなかったから、うん、別に大人まで育ってるから、うん、ある程度ね、汚いものに免疫、いや大事ですよね、うん、彼がいると免疫つきますよ、一家に一人ね。今日質問ってあるんですか。質問、まあ、ちょっと僕が考えてというか、はい、ちょっとさっきされてた話でもあるんですけど、はい、結局どうしたら世界は平和になるのか無理だよ、個人単位でもいいんですけど、個人単位はでももう人に迷惑かけないで好きなこととか楽しいことしてるのが一番、同じ趣味を持つ同士でやるとかのがいいと思いますけどね、心の健康をね重視した方が絶対そうですよ、本当。世界に平和は来るかって言われたら絶対来ないと思います、うん、本当に、うん、個人レベルで喧嘩とかいざこざあるから、うん、本当にあれですよ、うん、例えばなんかね、うん、みんなにこう、うん、マイクロチップ埋めてこう感情のあれを統制できるとかなったら、もしかしたらそれを平和っていうのかもしれないですけど、うん、すね、まあ今の別にままいれば絶対ね平和はないですよ、無理です、うん、諦めましょう、うん、世界平和は無理です、うん、じゃあ日本で幸福度高く生きるためには気づいてデモする人とかいっぱいいるじゃないですか、ああいうのを気づいた上でデモ行く人もいれば、こうやって発信する人もいれば、いろいろ分かれると思うんですけど、うん、どういうふうにすれば日本人全体的になんかいい方向に行くのかなとか。日本全体では無理ですね、無理ですか、うん、でもデモしてる人ってなんか人生楽しそうに思えるでも俺あの人は絶対楽しいと思う、だってやりたいことやってるから、まあね、同じ仲間と、ね、あれ絶対楽しいよ、一つの目的を持ってやってる、旗から見たらマジで変人だけど、あの人たち絶対楽しいと思ってやってる、でも例えばそういう人って、うん、
化の後になってよく最近聞くようになったけど、うん、家庭が壊れてるって人とか結構いるじゃないですか、うん、親がそうなっちゃったとか、うん、旦那さんがなったとか奥さんがなったとか、うん、それで例えば そこで揉めるわけじゃないですか、うん、その揉めた時にお互いの意見聞いてあげれれば別にデモやろうが何しようが全然いいと思うんですけど、うん、そこで相手の意見も聞けなくなってもう絶対自分はもうこうだからってなったらもう別にそれ絶対幸せじゃないですよね、うんうん、まず家族ありきですよね、うんうん、運命共同体なんで絶対に本当に自分のこう手の届く範囲とか家族とか、ね、まあ、友達とかぐらいだけでこう別に揉め事もなく幸せにやっていけばみんなが幸せなんじゃないかなと思いますけど、ね、うんうん、まず家族ですよね、うん、家族単位からまず幸福度上げていかないと、うん、無理です。他人を幸せにしようとかは、うん、まず自分がならないとですか、うんうん、でもする人はあれが幸せだからやってるってことで、まあ、あれは自己満じゃないですか、ね、確かに自宅ねえで言ってる人はいないもんね。人に迷惑かけてるけど自分が幸せになるための行動としては一応やりたいことやってるから使命感、その使命を俺は今果たしてるんだっていう幸福感には絶対に苛まれてるはず。まあ、いいよ。デモするだけは別にいいんじゃないですか。別にね、しちゃダメですよってなってるものでもないし、うんね、認められている範囲ですから、ね、うん、はい、そこで何かね、例えば誰かを個人的に攻撃するのを言ってるとか、うん、不快にさせるようなことを言いながら歩いてるとかってなったらまたちょっと問題出てきますけど、うんうん、やりたいことをやるしかないって感じです。そうだから、なんか趣味を見つけたらいいと思いますよ本当俺は。でその同じ趣味同士の人たちと仲良くする、あ、これだけでねだいぶ幸福度高いでしょ。いろいろやってみるのがいいんじゃないですか、娯楽範囲で、趣味ないっていう人はもう片っ端から手出していけばいいと思う、まあ、これ楽しいじゃんっていうふうにやっぱ気づいていくのが一番いいとは俺は思いますね。それはいいね。別にゲームでもいいわけですから、スマホゲームでもいいし、うん、皿作るとか陶芸作る陶芸とかでもいいし、料理教室に行くとかでもいいし、うん、何でもあるじゃないですかやろうと思えば、うん、なので皆さん、ぜひ趣味を見つけてください、はい、ということで皆さんね、はい、まあ、日本でも本当にねこう今までそれこそジャニーズの件とかもそうですけど、うん、本当都市伝説だったいわゆる陰謀論って言われているようなものが徐々になんかこう本当になりつつある話もありますから、うん、俺が言いたいのはやっぱそのいきなりねこれは陰謀論だっていうふうに決めつけず、まず一旦こう、うん、頭の中でちょっとこう置いとくというか、そうどっちの可能性もあるかもしれない、まあね、いろいろ自分で調べてほしいですね、うん、とにかく一個だけ見てこうだって言わないで、自分で調べてほしいですね、うん、と思います、はいはいはい、信じるか信じないかはあなた次第です、はい、ありがとうございました。ぜひもういっぱい食べてください。はい、はい、もう食べる。